じゃあこれでちょうど16人なのでくじ引きをしていただきましょう。同じ数字同士で組むことになります。よろしくお願いします。じゃあ、この間と同じルール、トーナメントで 2on2 でキャラクターは自由にします。チーム内同キャラもまあ一応ありです。おかしい、ちょっと待って。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。あれ？まあいいや、多分ね、僕が1枚出し忘れただけだ。誰か2枚引いてません？ 2 枚引いてない、大丈夫。じゃあ、のちえいラストでお願いします。はい、ストップ。同じ順、同じ番号の人と組むことになりますので、のちえいストップして、ご協力をお願いします。では、1番から、1番うね。もう一人は？お、うねねも。うねも、うねもチーム。はい、2番を引いたのは、はい、みんなゲーム好きね。2番持ってる人。ニアム。3番。あ、グッチさんとバイバーさん。おーほー、いや、いいよ、僕も入るからいいよ。僕とチームになっちゃうけどいい？はい。いや、もう、ミカさんが良ければ、これは。なんかでも、反省会ラインに、グリグラさんとカーシェルさんが。あ、ほんと？じゃあ、それシャークルですよ。来るって言ってましたけど、20時50分ってやつだよ。オッケー。その2人、20時50分で間に合うかみたいなことを。大丈夫です。大丈夫って言ってて。大丈夫ですか？で、ここでシャークルするから。その2人組ですか？はい。今3番が、グッチバイパー。はい、4番は、ひとし松本長州。長州さんのカード回収。
5番トモサコマ、6番小江戸て、なんか本当悪いチームがないな。7番がともくん、あやっぱ僕あの赤の7多分なし忘れてるから、これがねいろはさんですね。うん、残るは8番、残ってるのが誰だ、あせ誰だ、あれ8持ってる人、赤の8持ってる人いません？いないね。なんでだ？赤の8。あ、ムナリさんだ。ムナリアゼです。いや、大丈夫。変更 OK。で、2回転配信グリグラカーシムでシャッフルします。じゃあ決まったので作ってきます。イエス、チームバトル2 on 2。昨日の夜、肝臓移植の肝臓を慣れ
オッケー、それじゃあ全出席のシャッフルしていきまーす。グリグラとカワシムが後から来るらしいので、ゼロ回戦があったとしてもちょっと飛ばしまーす。あ、じゃあできましたよ、できましたよ、できたぜー。はい、本日始めるよ、始めるよ、皆さんこっちに来て、トーナメントでございます。ルーザーズもあるから、負けても楽しんでください。1回戦第1試合が、ゼロ回戦第1試合ですね。グッチバイパー 1P 側、イロハとも 2P 側です。グッチバイパー 1P 側、イロハとも 2P 側でスタンバイお願いします。キャラ自由です。変えて OK。で、先方申告。カード返してない人、僕にください。カード返してない人、回収します。チーム、上から読み上げていきますと、カワシム廃人、バーサス、ムナリアゼ。コマトモザワシードで、グリグラ2回転バーサス、ウネネモ。そして、小江戸手チームとニーアムチーム、長州ひとし松本チームはシードで、グッチバイパー対いろはともを先にやります。はい、トーナメント張りましたので皆さん見といてください。 OK、 グッチバイパー 1P 側、いろはとも 2P 側で始めていきましょう。小江戸手と、はい、先方申告です。はい、いろはともチーム先方申告お願いします。ここじゃないよ。わしはもう疲れましたので、いや、これキャラは OK。 はい、それでは俺ムーンさんの忘年会いけないかもしれないんで OK、 始めてください。 1P 側グッチダルシム、 2P 側トモリュウさあ裏切り、いきなりの裏切り発生さあこれは試練の時、グッチダルシムどこまでいけるか。さあ盛り上がっていきましょう。さあ、グッチダルシム 1P 側、イロハさんを恥ずかしめるために出てきたら恥ずかしめられることになるのか。これはさあ動きは悪くない、動きは悪くないが、あっと竜巻スカル波動を食うぐらい真空ガード大足確定、立ちガードは罰です。さあさすがの友流にはグッチダルシムもタジタジか。まあ竜のことは分かっているはず。そう、立ち強キックが強いんですが、竜にはファイアハードがある。勝利かすって、おっと、もうダイスはファイヤー、あいつになる。さあグッチワンチャンあるぞ。おお、くぐって投げて、おお、空でめり込んで中パンしてバックジャンプという。おー、さすが、間に合うふりして間に合わない。さあバイパーがキャラ自由ですが、敗者ありますよ。さあ大将バイパーホグ、はい、今コンドルが向こうに行ってしまう。高めコンドルと、まあ普通の飛びと使い分ける感じなんですけども、高めコンドルは、対空
の通常技なのにかなり強いが、吹かされると小田渕低い場合は、あっとこれはきつい。さあ友龍盤石、さあ皆さん忘れてはいけません、この龍もかなりの強者です。関東の龍層も本当に熱いところが分かりますね。さあおっとうまいこと今度当てて、これは逃したが台風一発近い、ガードになる、タチコパンだけで済んだ。今度で行ってしまった、これはきついぞ。真空ガードので一回や羽目を回避できる。ディス、おお、これは強い、友龍が2打で。というわけでバイパーグッチがなんと負けトーナメントに進みます。グリグラさんはまだ来てないね、グリグラさんは来てないので飛ばします。カワシム配信も来てないので飛ばします。小江戸手 VS ニーアム、小江戸手が 1P 側、ニーアムが 2P 側です。はい、先方は人とキャラを申告お願いします。何がいいキャラ、いや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 、それ決めてくださいよ。え、なんでなんでなんで宮さんもじゃんけんで勝ったダルシムに残したらいいじゃないですか。え、ダルシムに残したらいいじゃないですか。了解、では始めていきましょう。じゃあ EXIT に合わせてコパンを押してください。結構すぐに順番回ってきますので準備をお願いいたします。さあ 1P 側コイドベガ、 2P 側がニーアホンダ。さあこの色のベガをいじめ尽くしているニーア。そしてさあガクガクして、あーでかいのが入ってしまう。さあこれはユーベガさんが見たら怒るやつ。開幕張りて頭突きがヒットが面走らん、大いちょうが入ってこれ確定。ツーツキガード、オカマ蹴り、あっオカマではなかった。さあ空中戦を仕掛けていくが、ニアマグロツーツキしっかり引きつけている。うっと今のは迷った、百貫もガードとりあえず下がって OK か。さあサービス頭突きはやりすぎると死ぬぞ、うまー、これはうまい。はい、さあ開幕バックジャンプ強キック、先手を取ったのは小江戸。あっと入っちゃった、ナイトメア即死、あらあら。さあニーアートムーが何やらアイコンタクト、あとは任せたという信頼感なのか。さあムーダルシム大将、これは大将戦ダルダルになるでしょう。さあベガ対ダルシムはダルシム側が非常に大変、ベガも簡単ではない。このハメがきついですね。おっと投げ殺す、ムーダルシムは防御的にはちょっと怪しいが攻めはかなりうまいぞ。
さあ踏んづけた、やっと逃げたか、おっとこれは練り込んでいる。さあ小江戸が上から攻めていく、おお、やりすぎた。さあ1個食らってこれでリーチ、小江戸が2立てリーチ。さあダルシムが大変なのはやっぱり突進技を対処するのが難しい。ドリル掴めない、掴んでいく、これは箱があるよ、おお関係なし、ムーが取っていく。さあ大将はでダルシムでしょう。ダルダル、さあこのゲームの同キャラ戦でも屈指の異次元対決、四次元対決と言ってもいいぐらい上を取った方が強いんですけども、なんかねハメとかが結構強いんですよね。あー燃えた、ブラストで嫌な燃え方さ、おっと投げ返されて暴れない。ここはドリルが上から来る、ドリルの着地に上からかぶせる形、あれは静着なんですけども見ないで打たないといけないのが難しいところ。おっとさあ掴まれたテイダルシムが、おっとミスがでかい、ビオルフレイム、そしてインフェルノ削って確定。さあリーチ、いい試合だが、あ一瞬で荒れるので、さあ着地にスラスト2発を狙っていきますね、悪くない。さあムーが破面モード入るか、チョップ、この2発でかい、おっもう一発か、ピオーラない。さあムーがうまいこと立ち回っている、あっさあどうなる、あーいい位置、ムーが勝利。さあというわけでもうゼロ回戦やっちゃおうか。いや僕ワンピーが、あカワシム間に合った、じゃあカワシム廃人対ムナーリアゼやりましょう。ワンピーがカワシム廃人やりましょう、廃人くん試合だよ。はい、キャラクターは自由です。 2P 側はムナーリさん、ムナーリさん試合だよ。さあカワシムが早速ムナーリアゼです。ムナーリさん来てないんで、じゃあアゼ君やっちゃえ。ムナーリさん試合だよ。さあダルシムがスタンバっている、これに対して、いやキャラ自由ですよ、キャラ自由ですよ。あ、グリゴさん来た、よかった。僕の相方なんでよろしくお願いします。次試合やるからね。さあ 1P 川島が出てきたので、仕方なく仕方なくスペインですね、アゼバルログ。さあダルシムについにキャラがメインキャラなので、まあ仕方なくですね。しかしバルログ戦もやっているぞ、カワシムは。きつ、おあるかあるか、あー安直ではあったが狙い悪くない。さあアゼバルログ燃えている、なんでやねん、おおすげえ減ってる。さあこのダルシムさえ殺せばって感じなんでしょうか。
ちょっとしっかり、お、投げが入って表が見づらい、うわー、ぐちゃぐちゃでやる。さあゴロ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 、こんなバルログでもいけてしまう。何もちゃんとしていない。だがしかしバルログというキャラ本当に強いんです。あっとカワシムが苦しんでる。ピヨリそうなところ掴まれて画面端きつい。あー掴まれて、あー惜しかったけども勝ったのはカワシム。泳がせたまでありますね。ムナーニさんはあるのか、ムナーリバルログ出てくるのか。本当に選んだ。さあムナーリさんはね、なんだかんだ全キャラ使えるんで、多分一番使えないのはホンダとかでしょう。見てれば使えますよぐらいのお手軽さんですからね、このキャラは。ああ画面端きついぞ。しかしカメ、おっと画面端から逃げ出した。爪なんかいらねえと、爪なんかいらねえと、うわ漏れた技が強い。確定しないが、頭が突っ込んでくる。スーパー頭突きの3倍速いやつ。おっ、しっかり落として、カワシムがスライディング、燃やされた。これはテーラー暴れて、ワンチャンどころか、ムナーリが優勢。ショップが非常にうまい。そのピーバク転です、これがきつい。さあお、なんかおかわりしていく感じ。おーおー、はつらたいくからの頭突きが漏れて勝っているのはカワシム。しかし白旗表の勝利。スラでめり込んだの投げ、バルドグでもこれきつい。さあはめていく、さあ全部はめ、さあこれ汚かった。カワシムの大人げなさ。さあグリグラ2回転対ウネネもやりましょう。グリグラさん 1P、 ウネネも 2P で。さあマイクを持つ人がいなくなってしまった。あ、どうぞ。はいはい、そっち先方誰？はよだれ、もうこっちも閉まってるからもう始めたっていいよ。始めてください。さあウネガイル対グリーグラフェイロン。さあこの組み合わせはガイル有利なんですが、
なかなかね、有利まで持っていくのが大変ですね。結構フェイロンの知識が必要なんですよね。おっと、今のはレックではなくてヒット確認で劣化点で勝ちまであった。あ、画面端には行っちゃうんですが、結構しのげるみたいですね。画面端でのしのぎ方が大事。おっと、まあ今のは確定ですかね。ちゃんとめくりさえすればフェイロンのリバーサ何に対しても大丈夫なのかな。リバーサレックで反対に逃げるやつもパンチを押しておけば潰せるはず。さあサマー、体力的にはガイルリード。おっと、今のそばって大きい。これであとはミスんなければガエルの勝ちでしょう。さあ、これはもう余計なことは。さあ、グリグラがあまりいいとこがなくやられてしまった。そして2回転がバイソンを出す。まあ、バイソンはガイルにもブランカにも全然いけるんでね。さあ掴んで、さあこれはもう終わってますね、ほぼ。おっと、リバーサー何でもいいから出せば勝ちだったのに。ガードしてもいいまであったね。おっと、今のソバットはでかい。これはうねがい。おっ、あー、いいですね。今のコパン様、意識的には全然悪くないですね。あと、まあ、残下ステージじゃなかったら入ってたまではありますね。さあ死んだ。うねがえる、上手くなってるね、お前。さあ2回転でもグリグラあっさり死亡で。はい、カワシム廃人、あ、違う、コマトモザか、コマトモザ、コマトモザワンピーのウネネモが 2P でいきましょう。先方は申告でお願いします。はい、それでは始めていきましょう。いけます。トモザがバイソンを使うらしい。トモザバイソン、またウネ、またマジバイソン戦できることを見せたんでね、もう一回やってくれるはず、ね、2回っていうか勝ったんだから、サブチャーのバイソンなんか負けるはずがない。そうっすよ ね。うん、2回転バイソンはあの小高商店を殺すために今やってるんで。なんだ、獣道をやるの。お、2回転バイソンで強くねえか、このバイソン。今非常に弱かったんでしょうがないですけど、いや、ウネ君がね、上手くなってます、やっぱり。上手くなってますよね。ウネ君なんか余計なことを全然しなくなりましたね。そう昔はね、あの、MR バリの余計なことを C だったんですけど今はね、なんか手堅い動きになってきましたね。手堅いし、さあしっかりして反応演習ね、やっぱり。やっぱりね、こういうとこがいいんですよ。そうですね、きっちりリターンを取りに行く。そうさあ、これのあの伸びするとこだったんですけど、あとは、まあでも、悪くはなかったですね、全然。これはキャラ勝ちですね。さあ、そして、ネモが、何を使うか。まあ、DJ という選択もありますね。S ホンダなんでね、もう一人が。ただ DJ のバイソン戦を知ってるかどうかですよね。あれ、あれか、MB のやってるようが出るのか。ああ、確かに。まあでもブランカでも全然バイソンいけますけどね。
いやいけないっしょ。バイソン S ホンダにはさすがに出しにくいっすよ。そうですかね、 S ホンダが無理かな。いや S ホンダは無理ですけど、うん、コマさんにはいけると思いますけどね永田正月だったらダメですよ当然だから。無理ですよ、まあ、それは DJ 一択だと思うんですけど。死んだが、おーしっかり振り向いた。今レック運がいいですね。あれそうですね、ただ慣れたら死ぬよこれ。これ返せないんですよ。いや返せる返せる。バイソンの方が何倍広いんでね、難しいんですよ。なんかていうかね、弱弱、あ、そうか、DJ は硬直ないから投げれないのか、割れないのか、通常技ね。そんね、有利なので、あの技。硬直1フレですからね。おぉー大足、くっそ減る。DJ の中足はちょっと座高が高くなるんですよね。そうですね。スライディングもですね。遠距離強盤が当たってしまいます。さあバイソンのあのダッシュ系の技をしゃがみコパンで止めるっていうのが大事だと思うんですけど。いやいらないかなあれは。それだったらめくりで、おー正面だー、ここガチャプレイでしたね。ガチャプレイ。さあ次が、長州ひとし対いろはとも。いやまだあるよ、まだあるよ。長州ひとし対いろはともやりますよ。ひとしさんもいる？いるね。いろはとも 2P です。先方の申告お願いします。キャラは自由です。はい、了解。キャラは OK。 では始めましょう。これが、1回戦最後の試合ですね。長州ひとし松本が 1P 側、2P 側がいろはとも。 1P 側長州拳、 2P 側いろは DJ。 長州ニュートン大山さんからコメントが来ております。 X ゲーマーズもこんばんは。トモマイ CPU は早く来てください。さあ DJ 体験ですね。これキャラ的にはやっぱり DJ だとは思うんですけども、うー完璧。でもねこれは飛んで OK な組み合わせです。飛びがとにかく強力なのが DJ のいいところ。見てからなんとかだけでは戦えないとは言わないけども、効率が悪いですね。さあ飛ばせるところをしっかり見極めている長州。ガンガン波動打って、ガンガン波動打って踏ませる。弱ずっと弱、ずっと弱、ずっと弱。そうですね、見極めてバックジャンプ。そしてこのエアスラでかい。ここでも安全を取っていく。しかし DJ にはナイスサイク。DJ は剣戦で非常に使える技が1個あって、それが立ち強キックですね。遠距離立ち強キックを波動拳の4で当てることで地上でもダメージ勝ちができます。それを嫌がって立ち強キックをすかしてからなんとかしようとすると、今度踏み込まれてスライディングを食らいます。食らったりガードでも気分悪いですね。さあイロハエアスラを縦に前に行きたいところ。あーっとガチャガチャ、うわー膝だけに死ぬ。さあ長州涼しい顔。ここで先ほどは大活躍だった友龍。さあまずは
一発膝つかみ、ここはカウンター昇竜打っていく。早い段階の昇竜拳警戒者は重要です。その後に響きますね。さあ今回からですね、かなり画像が綺麗になりました。おお、嘘でしょ。さあこの波動、うおー打っていく。あの間合いでも2回目は逃さない。長州がガンガン打つ、そして友龍が上を見つつ慎重に打つ、そういう形。それでもゲージが先に溜まるのは友龍。画面端追い詰めた。気合の幅打ち返しに対して真空をいちいち狙っていく感じ。さあこれは真空まで使って投げる。お見事。あれ、ニュートン大山は誰が書いてんのかな。ハゲくんかな。さあワンピー側、ひとし松本フェイロン。あのフェイロンにキャラ返してもう3年ぐらい経ってんのかな。さあ一皮むけたいところ、東西戦に来た時もいまいち、やっぱり前半戦では勝てるんですが中盤でなかなか勝てない。さあとも、おー、ある。さあワンチャン狙う。おー、くっそ痛いのが入ったがコンボミス。あれはですね、龍には、近距離中キック、中盤アッパー劣化は入らないですね。近距離中キック、中盤劣化で OK です。それでもピオリの可能性があります。さあおかわりしたので、あそこは決めたかったですね。さあ東龍は今度は盤石、波動拳の嵐、そして前に詰めながら足も打っていく。どうする、投げる、ワンチャン。さあ避けるが、最後は一友龍が強い。さあそれでは川島俳人対駒友澤やりましょう。川島俳人 1P 側です。駒友澤が 2P 側。キャラ自由ですですが、先方も申告をお願いいたします。先方聞いて、ウネ君先方聞いて OK。 はい、教えなくて。さあ座ってください。さあ先方はカワシムではなかった、俳人竜 VS 駒江ソンダ。さあこの2人、東大戦の前半戦で横当たる2人、両方とももう前半戦の人には負けないレベルですね。なのでよく連、どっちかが連勝して当たってることが多い。最近は俳人竜の綺麗な強昇竜が非常に多く見れている。さあこの真空でまた画面端が出てほしい。おっとっと、ワンチャン、うわー、上を見ていたがそこで飛ばなかった駒 S ホンダ、さすがでしたが、それでもやっぱり波動がきつい。
めくり、ふがふが、これを壊れる、壊れるので下がった、よく判断した。うえい、さあスーパーホンダといえばこの火力ですね。どの技もクッソ減る。そして弱パンハリクのおかげで攻めの連携が非常に強い。さあキャラ的にはきついが、うーっとこのファイヤー、さあ P 返しするか、ハイジン怒りの波動連打、しっかりしている。さあ友澤は何を選ぶ、ベガを使っていく、まあ、これはでも竜有利ですからね、竜がかなり有利です。 7-3 以上あるんじゃないかと思ってます。めくりがくち、なんと火力でベガとタメを張ります。それはめくりのおかげ、あー釣りだった、表、うわー惜しいが、まあそこは真空打ってもなんか外れそうな気もするしって感じですよね。さあベガの強いところをよく押し付けてくる、これが友澤ベガの強み。下が通る、今度は裏ガードした。さあ乱戦になると友澤超強いぞ。いやーこれは連携がもう波動ガードしても安全圏ですね。ナイトメアしっかりしている。さあ川島めどうする、まあどっちでもいいよと、 DJ なのかダルシムなのかザンギなのかどれでもいいのか。ザンギもねありますからね、これ。おーっと川島ザンギ登場、ザンギ、まあ、ベガ対ザンギというのはこれやっぱねザンギだと思うんですよね。さあ弱弱スクリュー画面端ダブラリー、ファイナルアトミックマスター派手に決めていく。川島がうなずいていく。川島ダルシムだけではありません。東西戦ではほとんどダルシムしか使いませんが、ザンギと DJ この2キャラはノジアでかなりたくさん使っております。そしてその両方とも東西戦中盤レベルあるでしょう。とにかくねダブラリが超うまいです。さあ友澤が今度は遠距離クルージングモード、しかしどうしても攻めっ気があるのが友澤。おっとダブラリーバックジャンプ、うわーここは対空しっかり相手を取ってこれで 1-1。 ダブラリーヒット、これは1回作り確定。おっと取らない。さあ2択負け続ける、最後で暴れてダブラリーヒット、これはやばい。うおーまだないし、ああるよ。さあ川島ザンギ強いが殺しきれなかった、こうなると危ない。さあ表投げに行ったが、うえー勝ったのは川島ザンギで勝利。さあ決勝進出は川島ハイジンチーム、ニーアムー対イロハともやります。ニーアムー対イロハともです。ニーアムー 1P 側、イロハともは、ともが 2P 側です。ニーアーさん試合だよ、大丈夫起きてる、先方は
わかりました。先方は OK。 はい、それでは始めてください。準決勝 なのにこのやる気のない顔、ニアホンダ登場。半分どころか3分の2ぐらい寝てますからね。スーピー側はイロハ DJ、 開幕バックジャンプジャックパンから作業開始。下がった分はいつでも取り返せる。うまい。さあ、あー始まるぞい、始まるぞい。おーに自動二択、手つかみでやると止まってるも勝つ。さあこれはエアスラ一回削って、うわーしょうがない。あれはでも、まあ、めくりに行っても行かなくても同じかな。百貫で逃げられるとしょうがないしね。かえ、おっと、からジャンプ大いちょう、ここもバックジャンプでしっかり拒否をしていく。頭突きヒット、これはうまい。さあ一瞬ではまる頭突き、遅らせていく。あれは、弱のジャックナイフでも頭突きで OK なので、まあ暴れるしかない状況を作ってからあれでとても刺すというところですね。うまい。あー、さあ雑になってきたが画面端にはめ、おお、エアスラ確定させる。あれ確かスラが確定しますね。さあこれはハメハメハメ、ふがふが大足。さあニーアさんといえばこういう対戦がもうなんか不利な対戦が得意ですからね。とはいえ相手はトモリュウ。おっと、さあこれはどうなんだ。さあトモリュウがファイヤーハード一発で台無しにしていく。確定しない、あの技高性能すぎだろ。対空をしっかり、そして真空とりあえず削って死に角を取っていく。いや強いですね。ニアさん大山の大会にも来てくださいと書いてますね。書いてるの誰ですかね。これ土曜日の遅番でしょ。さあ大足からめくり、おー以上シルガー、バックジャンプ許す。いや、さあこの真空また台無しです。うまーい。あーしょうがない。まあ大将に望みを託す。大将ムーダルシム。さあムーダルシムといえば竜には負け越した記憶がない。それを言っていただけではなく、さあピヨッタがこれは回復間に合いますね。ツイッターで書いちゃいますからね。うおっ、おっと暗い投げ、インフェルノとりあえず削りで使って、しっかりしている。さあ竜には負け越した記憶がないムー VS ムーさんに対マンで勝ち越しているトモリュウですね。矛盾を感じますが、まあ、こういうもんなんですね。さあゲージをうまく貯めていくトモリュウ。さあ見えない場合ファイヤーからダイゴスをインフェルノで受ける。うまいですね今のは。
さあしかしうまい。さあテレポがめんどくさい。時間を使っていく。あーテレポまではうまかった。さあ本当に勝ち越していたのはどっちなんだ、ムー対トモ。これはうまく落として端を背負ってはいるがまだムーペース。ファイヤーガンガン打っていくが、ゲージの溜め方が非常にうまい。インフェルノとりあえずパラしてみる。あっと食うぐらい。お互いスパコンは使い方あれでいいのか。おおピュアル運が悪い。まあフレイも一発で済んだのでマシだったでしょう。スラタイクからさあと一発中ゴス。さっきはカーシムを倒した。カーシムを倒してないか。うわー今度は間に合え。勝ったのはムーダルシム、決勝進出です。ニアムチーム 2P 側に行ってください。カワシム廃人 1P 側です。はい、ウィナーズの決勝戦です。ルーザーズあるよ。ルーザーズはですね、次の試合グリグラ2回転対長州ひとし松本やります。早く早く先方は、はいキャラは先方キャラは、はい OK 始めてください。ライン変わったんですよ。ラインやっとなんとかしてくれたよこれ。ああああこのバーサスの何年使ってたんだって話。ピオール今日対人対ムーダルシム、しかも今フレーム減りましたね。はい、めちゃめちゃ減りましたね。ムーさん基本的に運がいいので、はいそうですね、完全に今ラック、さっきのトモ戦もそうですけど、そうラック感めちゃめちゃありますね。本当に高いですね。おこの人はその攻略の穴を全部運で埋めてくるので非常に厄介なタイプのめちゃめちゃ強いじゃないですかプレイヤーです。はい、なんか今日はいい勝負だったけども、はいはい、運を抜きにしたら大して負けてないなみたいな結構あるんでやばいっすね。うわー繋がってないけど、ね、安い。さあ今のはですね、キャンセルインフェルノだったら死ぬなっていうところで、はいはいはい、あと一発ちょっと足りなかったですね。あいいですね、空中あのトップスピンを最近覚えまして、はいはい、ああなるほど。うーわー受け身ない。全然届かず。全然なんで当たってんの。あるよそれは。安定すぎる。僕だったら大ゴス中ゴスですね。いやー大ゴス中ゴスはまあ投げまであるんで全然ありだと思います。全然ありです、はい。さあ廃人が敗れ、ムーダルシムが気持ちよさそうにタバコを吸っていく。これこうカーシム的には多分次がニーアホンダなんだね。ニーアホンダ待ってるんで、ダルシムで勝ったとしてもっていうところはちょっとよぎるんだろうなと。バルドグはね多分ニーアホンダ無理っすよ。あいやさあカーシム悩んでいる。それこそまあしょうがないけど、まあ、まあまあまあそうでしょうね。ワンチャン DJ かなっていうところも。いやー DJ 戦のムーですから。 DJ 戦のムーですか。はい、なんと伊藤さんとゴブった。マジっすか。伊藤龍だったけど、それはやばいっすね引っかかる裏おおお。カワシムペースガンガン攻めていく。もう削りで OK。 そうですね、今のまこのペースで一気に死なないので、はい削り非常にでかいですよ、はい、おっと、まあ、もちろん引っかかってくれればまあ美味しいっていう感じですね。そうなんですよね。あ
なんだなんだこれは、なんか今あ筐体に怒ってましたけどあやってねえってやつですか、なんですかね、はい、なんでもえんだよみたいなまあ中だと思ったら大だったみたいなやつですよね今のね多分ね。いや大で貼っとかないとダメなんじゃないですか。あまあまあいやまあインフェルノと違って一定タイミングではないのでね、はいはいはい、さあなんだかよくわかんないけど、お下段、いや中上段ですね今のは上段、スライディングの夢、なるほどね、あなるほどね、あれ見てくださいねちゃんと、そういうことスライディングしてないんで、おっとムーダルシルが攻めの出る、優勝まであと3歩ぐらい、さあムーが投げる、投げる、死なない、テレシムインフェルノ、あ下が取ってまずウィナーズ取っていったのはムーダルシム、ムーダルシム、ムーニアがウィナーズ抜けです、まだ終わってないですよ、はい、ルーザーズやっていきましょう、グリグル2回転対長州仁松本です、はーい、 1P 側僕ら行きましょう、あ、はい、ああはい、こんばんは、うねがえるです、じゃあ始めてください、どうぞどうぞ、さあさあフェイロン同キャラ戦ですね、ひとし松本フェイロンと、グリグラさんのフェイロン、フェイロン同期らせていってみましょう、さあカンフー映画、さあ中この技、まあお互いその立ち回りを様子見ていったところですが、大のは入らず支援が燃えて、うわレッグでお返し、めくりが使って支援はガードしている、下段からレック、はいはい、これは痛い、さあ亀足きついぞ、投げで死ぬ、まず1本取ったのはグリグラ選手の、フェイロンですね、さあうろうろしつつ引いた3発目当たっちゃう、燃えてこれどうする、2ヒット、さあ今度はひとし松本さんのターン、投げ入るレッグから、はいはいはい、支援しっかり見ていた、さあお互い画面端でいい感じにはめ殺している、さあ両者1本取ったところでレッグはガードするが、さあ真ん中です、あーっと支援燃えてお返し、下段使ってさあこの体力差わからない、さあいい感じにすごい遠いところで当たって上は通らず、シーで燃えてしまって、あースパコン、まずこれで、グリガヤさんのフェイロンが勝利で、続きまして長州さんですね、さあ長州拳、中足、さあ足技で止めて、さあレッカが刺さるが、この球当たってしまう、支援はガード、さあ波動拳がきついきつい、さあレッグここから巻き返しはきついか、きついか、まず1本取ったのは長州さんの拳、さあ垂直、さあ画面端追いやられたが、こっから
を遅らせて真剣入るが波動でとがめられて痛いの入る。ピオリコンボしっかり取り返したのは長州さんの剣。さあこれで大将戦2回転さんのキャラは何でしょうかね。キャラ自由ですね。やはりメインキャラのバイソンでしょう。さあ大将戦、さあニョイボがいい感じに刺さっていってグランドが刺さってしまう。さあ大パン、これがきつい。いや刺さる刺さる。ファイブは切られて昇竜拳リバーサルしっかり。さあここから膝はめガラーッと、ここで使ってしまった。おっダンパが刺さって、さあ膝はめしっかり3ヒット読んでいる。さあ一気に長州さんのペースで KO。 さあ一本一本取ったところで開幕波動拳、おっと使ってしまった。やばい、でかいのが入って、バーグランド勝ったのは2回転チーム、おめでとうございます。で次はよし、次は、あじゃあ僕出番だ、失礼します。はい、グッチバイパーチーム対ウネネモチームですね。グッチバイパー、グッチさんバイパーさんは 1P 側、ウネ君とネモさんは 2P 側でお願いします。いやー気持ちいいですね、長州さんに勝つと気持ちいいんですよね。はいはい、 2P 側は、決まりました。 2P 側 OK、 1P 側ちょっと悩んでいる。まあ、ブランカがいるのでフォークが難しいですね。ああそうですね、キャラを逆に何を出すかみたいなところも出てくるのかなと。ありえますね。はい、まあバイパーさんは結構魂キャラ的な感じがあるけれどもあのリュウガエルもうまいじゃないですか。うまいです。なんでまあチームで勝つという意味ではそっちを使うのも全然ありなのかなっていう気はしますけど、まあ、次の試合に残せますからね。はい、本当に重要ですよそういうのは。この次の試合小江戸手対グリグラ2回転をやっていきます。いっぱいできる。オッケーオッケー。さあバイパー竜ですね。おグリグ、ウネガイル、はい、まあ、バイパーさんしょうがなくって感じでしょう。まあですかね。しかしバイパーはリュウガイルどっちでもリュウガイル戦はかなりやっております。そうですね、相当やってますね。ムナーリガイル、ムナーリリュウ対バイパーガイルなんてまず満タンやってますからね。はい、あのやってない日を見ないっていう いるときはなんか顔合わせたらおおとか言いながらニヤニヤしながら声が入ってますからねおおっていうのが面白いんですよ。またさあちゃんとしているが、ウネガイルが本当に上手くなってる。そうですね、ちょっとこの体力差だとというところだが前飛んで踏ませてゲーザー、おうまい、うまいよ、やる、おやる、おお素晴らしいですね。いや起き上がりに歩き投げいったのはそうですね、はい、素晴らしかったですね。まあこういうとこ、こういうとこはね、そうですね、あるけども、はい、
それも良さの一つ。そうですね、思い切りがいいというか、うん、はい、あれうっかりガードしてなかったら死にますからね。まあそうですね、そのままっていうところはありますね。でそれをねちゃんとタクとして成り立たせているので、はいはい、ありですよ。まあこいつやっていくんだなっていうふうに思わせますからね、うん、こう死ぬ強いよ。あのデイトナ式勢、はい、ヌルポが、はい、ロード、ウネ、ハク、はい、そのあたりなんですけども、はいはいはい、ハク君が最初に抜け出しましたが、次はウネ君ですね。あ、間違いなくそんな感はありますね。まあ、ヌルポがウネは両名ともあれですね、はい、小物道経験して、はいはい、またちょっと一歩進んでいるのではないかと。ちょっとそういうところはあるかもしれないですね。でも確かに、おお、二発目の勝利です。がそれでもうねがいるペース、おお、ファイヤーハードサギトビ、サギトいってないらしい。投げがね、使いどころ非常にうまいですよね、はい、おお、グッチリュウをもやっつけてしまうのか。まあ、デイトナ式にはグッチリュウかなりの頻度でいっているはず、はい、まあ、何せ近いんでね。よーし、ヒットワークに。さあ、今度は昇竜サギトビガードしていく。これはうまい、マジか、圧倒的な似たて。似たてすごいですね。さあこれはネモくんもにんまり。小江戸手1ピーガーです。2ピーガーがグリグリな2回転です。さあ、続きまして、これいろはさんのところ、あれ、あ、違うか、ここ、あ、ここか、続きましての試合は、あ、先方、はい、はい、わかりました。手さんと小江戸さん VSグリグラさんと二回転さんの戦いですね。まあ、さあ何やら二回転さんのチームかなり、あ、決まりました、はい、じゃあ、こんにちは、ネモです。どうぞやってください。あ、ネモさん、あ、はじめまして話したことないけどいや、もう俺ももうなんか友達の家で話してるぐらいのテンションでやってるんで、全然好きに。ダルシムホンダ、ダルシムホンダ、キャラ的にはダルシムでしょうけど、はい、全然あるカードだね。まあ、ある、ありますね、あるっちゃある。しかさんがサブどれぐらいできるかっていうところです。そうですね、いやでも、あの僕結構あのバーサスでやるんですけど、ニカさんのホンダかなり強いです。かなり強い、かなり強い、結構ボコボコにされてます、僕。おー、ちゃんと以上、はい、あら、はい、きついやつ。次は、あー、はい、あのちゃんとね、あのきついことを知ってるんですよ。近づいちゃうとね。そう、近づいちゃうとあれなんでね。さあ、ダルシムはやっぱりもう本当に秩序をどれだけ保てるかという感じなんですけども、そうだね、ファイヤーで押し返して、まあ、いい感じに冷たいですね。さあ、いつ前に出るか。さあ、これが相打ちになるんだけれども、うわ、ヒットしてしまう。つまがつらいが、あーまあ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 、いやでもね、ホンダでもこれだけダルシム相手にあダメージを与えられることができるんですよっていうね、ところですよね。さあ、痛いところで上を通してしまう。
話してるのかこれは。はい、あ一気にピヨって2回転差の本田が勝利と。嬉しそう。カメラこっちに向けないぐらいです。ピロシ見てるかと2回転さんが吠えておりますが、次のグレギラさんも見据えたキャラ選択だが、はい、小江堂さんは DJ でさあ DJ ホンダ、これはこれもね、もうねもっと近づくのも大変だね。捕まえればでもいい。そうですね、まあホンダのいい感じに試合運びになってくれればいいんですが、うわっ、しっかり落としている。さあこの場合かなりホンダ近づくのが困難。ドスコイで一気に距離は縮めた方がいいものの、当たる、美味しい当たり方する。今スパコンでかい、はい、追っ払っ、あ近づけない、近づけないっすねこれね。エアスラが早いんだよね。エアスラ早いっすよ。で、これあーいやー厳しい厳しい、これは厳しい。さあまずは小江戸さんの DJ が1本。うわエアスラ早いな。おーいや残り5パン、あいや死ぬ。あー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 あああB 勝ち、鮮やかなり勝ったのは小江戸さんの DJ ですね。さあ続きましてあのグリグラさん、グリグラさんは何ですかね。サブは道具たまにやってるの見るけど、あーでもまあでもフェイロンメインで DJ フェイロンやろうぜ、 DJ フェイロンやろうぜとね。これ苦しいからね。あっといきなりフェイロン取って、始まってる始まってる始まってますね、もうね。はいはいはい、始まってた始まってた、85秒です。さあ地獄のささやき。やっぱこれサブとメインの差が、いやー苦しい、これ楽しそうですねこれね、フェイロンが。あーちょっと辛かったこれは。早すぎる、いや早すぎますね、俺早かったな、早かった展開が。あ、じゃあ次は次の試合は4が勝ち、あ、じゃあうねねもと、じゃあ僕出番なんでマイク失礼します。ムナーリアゼが 1P 側、ムナーリアゼ 1P 側、ウネネモが 2P 側です。一回レッグガードしたら負けじゃん、はい、あれ。いやいや全然返せますよあんなもん。余裕で余裕で、はい、あれだって別に一回レッグガードする前にいきなりバーンって落としてくる DJ とか結構はって思いますよね。またねそれが強いんですよね。さあ 1P 側ムナーリアゼチーム、 2P 側がネモウネチーム。ほうネモくんの強さが見られる前にウネくんがまだ強いという、はい、はい、そうですね。ちょっとこのチームあのウネネモチーム、まあウネが最初に出てネモが大将っていうような布陣かなと思ってたら、思ってたらウネが今まで全部活躍してますからね。そうなんですよ、はい、まあ、ダルシマシャーナイとして、はい、さあメインキャラでっていうことになると、まあネモにムナーリを当てたいという形かなとは思うんですが、申告申告 OK、 はい、それでは両チーム決まりましたかね。はい、座ってください。イグジットに合わせて5パン、上で5パンです。おっと、ここはこれは 1P 側アゼブランカです。はい、アゼ、え、まさかの、いや要するにガイルを殺しに来たっていう形だったんですね、多分ウネガイルは。これは裏読みで外しましたね、外しましたね。さあしかしこのアゼブランカというやつ、はい、なんと
その昔倉橋を東西線で倒しておりますので、おお、まあなんか関東三大サブブランカみたいなやつの、はい、ラウルリュウも殺してる、ラウール倒してる、そうラウールの旧盾をね止めたんですわ、そういえば、うまいよ、間に合わずネモブランカ青い方がなんか奇妙な緑色のアゼブランカにまず1本落とす、うまっ、うまいっすね、うわ危ない危ない、そうなんですよ、これね緊急パンがしゃがみにつかるので、はい、はいはいはい、打たなきゃいけないのは足払いなんですよね、なるほど、うまい、ネモといえば守りのネモですから、ああそうですね、ちゃんと守ってワンチャンを取りに行くっていう感じがあります。で、他のプレイヤーより優れているところは、はい、開幕からタイムアップを狙うという、なるほど、ここですよね、うわーっと、うおーアゼブランカがネモを下す、ニッコニコですよ、うね困る、うね困るぞこれは、どうしよっかな、さあ友の道カード来ましたね、そうですね、このカードなかなかやはりガイル側は難しいのかなというところは、いやむずいっすよ、はい、極論ガイル有利という話がやっぱり最近にぎわっておりますけども、はい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 、実際のところそこまでできるガイルはほとんどいないです、そういうことなんですよね、小高がね負けますからね、はい、今一番強いガイルはまあ小高だと思うんですけど、はいはいはい、一部組み合わせを除いてなんですけど、それでもあの小高ガイルブランカ戦相当得意なんですけども、はい、それでも最近になってブランカ有利を認めたらしい、なるほど、これでついに一人もですね、はい、ガイル使いがガイル有利って言わなくなりました、しかし金子に捧ぐ垂直強パンチ、完封に近い形でした ね、 そうですね、触らせないというガイルの理想を、はいはい、出していきましたね、お、なんかまたまたそういう、あー、ムナーリムナーリシリーズ、みんな邪悪な笑みを浮かべてムナーリシリーズ、さあ、ムナーリムーナリですよ、これムーナリは違うか、ムーナリですか、ムーナーリですね、あ、カラーもそういうことですね、はい、ムナーリダルシムとうとう日の目を浴びることになった、さあスラッシュファイヤーってあれまためげるんですよね、はい、さあダルシム対ガイル、これX を知らない人にも分かりやすく、はい、あ、そうですね、説明をしますと、元メインキャラ、マジかマジか、しかしね、ジャクスラしゃがみチューパンとかっていうのをさっきやってて、はい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 、あ、ちょっと分かってるか、この動き、あ、ガイル戦知ってるじゃんっていう感じがしますよね、お、歩き投げ大事、左に行くがソニックが出ない、そういうことなんすよね、ーそういうことなんすよ、さあウネの快進撃、ここでダルシムに止められると、さあネモを使っちゃったのがなんか大損害でした ね、 ね、はい、それではグリグリ2回転対コマトモザやりましょう、はい、コマトモザです、
じゃあ、先方決まりましたんで、始めてください。さあ、先方さあ、コマ S ホンダ VS グリグラさんの X 剣。さあ、画面出し。いや、ドスコイしっかりしている。さあ、波動拳で追っ払いたいところ。まあ、S ホンダかなり高火力なので、まあ、上は絶対に通したくないですね。さあ、相打ち波動踏んでしまう。さあ、剣の波動拳かなり見えづらい。ダイヤシはガード。さあ、上が通る。まず1本取ったのはグリグラさんの X 剣。さあ、ダイヤシ一戦よく入った。さあ、一文字この足も、あー、X 剣の足技が光る。さあ、上来た。昇竜拳コマさんか、これはきつい。さあ、いや、しっかりリバーサル昇竜拳を出している。これはこんなかなりやりづらい。さあ、ここからもう攻めるにはここしかない。あー、ガードしていた。勝ったのはグリグラさんの X 剣。さあ、続きまして現れるのは友座さんのネギオジかベガか。さあ、友座さんのベガ。さあ、開幕最後クラッシャー、まあ投げでダブルニーは落とされるが、あっという間にピヨっている。しっしっかり集団で KO。 さっそうと決めましたが、さあ、気がついたら剣が画面端、竜巻は落とされてカニでダメージを取っていく。ふわっとした後にダブル。さあ、なかなか近づけない。さあ、ダイヤシ空中戦、ま、投げられてしっかり通常技で止めているが、投げられてしまう。さあ、お互い一本取ったところ、熱くなってきた。さあ、長周キックからの波動拳、波動拳昇竜拳は当たってしまう。ダブル2でかまされて投げ、最後カス当たり。さあ、2ヒット。グリグラさんの剣かなり硬い。竜巻から一文字、投げが通らせない。がしかし、どうなる。熱い。だー、最後クラッシャーしっかり読んでいた。勝ったのは2回転さんとグリグラさんのチームしかし読みが冴え渡っていた。あ、ムナーリさんとイロハさんのチーム。あ、ここ。さあ、続きまして、ムナーリ、アゼが 1P 側、イロハとも 2P 側でお願いします。さあ、ムナーリさんのチームとイロハさんのチームですね。ムナーリ、アゼが 1P 側、イロハともが 2P 側です。さあ、ここまで、はい、アゼ、ムナーリチームいろんなキャラを使ってますので、すごいキャラ自由の、ね、強みをかなり全面的に押し出して優勝に導いていますね。まあね、先ほども僕ダルシミラかぶせられてあの試合ですごいあのガイルサガット楽しそうにやってたんですよ。はい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 、かなり勝ちってて、で僕も見てて、うわ、はい、ガイルサガットってこんな世界があったんだってすごい感動したのに、ほうほうほう、だからあ、大会でできるってなって正直テンション上がってたんですけどあれって思って、実は
髪は、まあ、同じハゲだけど国が違うなって聞いて。あ、お前決まりましたか。はい、わかりました。はい、じゃあ先方決まったんで。はい、こちらも決まりました。ワンピー側がアゼ、ツーピー側イロハ。アゼさんの何ですかね。ガイル、アゼガイル対イロハ DJ。 お、さあ行ってみましょう。しかもこの色、はい、いい感じにマッチングしてますね。そうですね、はい、デートなしきで行われたあの名勝負。さあソニックの回転、まあやはりガイルが上なんですが、微妙に1振れだけ止めが少ないんですよね。1振れだけなんですか。1振れだけです。あ、そうなんですか。あんま差はないです。へー。ですがこの差がですね、どん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 蓄積されていくんですよね。そうですよ。ちょっとずつちょっとずつ詳細のポイントが手前に手前に来てしまうという、そこをどうさばくかというのがかなり DJ に、ね、課題ですね。様子を見た瞬間に、ソニックが目の前で総裁することになって、裏剣食らうっていうのがかなり多いですね。ありますね。でもまあガイル側も結構あれ裏剣当てるの難しいんで、難しいですよね。いい勝負だと思いますが、これはもう時間がないといったところ、サマーが裏当たり、まああの体力だったらサマー出す方が美味しいですね。あ、すらめくってもめくりに多分タイムアップになってしまうので。なるほど。さあまずは球の打ち合いですが、まあ球の打ち合いがもう7割ぐらいですからね。そうですね。さあ飛びが通って、この目の前でそばっととかスカルと一気に死が見える。はい、さあイロハしっかり対空して画面端に到達。はい、いい感じに画面端に追いやってきます。さあ、うまい、うますぎて、これはガイル、これはきつい、飛ぶしかねえか、厳しい、おーい、ガイ、すごいね、イロハさんしっかりこのバー全体を見ているような立ち回り。そうそう、1回しか飛ばなかった。おーっと、歩きすら当たる。はい、当たりますね。これはだいぶ違う。誰でも当たるスライディング、しっかり出しどころを極めてみました。タイムドラマ勝負なんですよね。これは相打ち、まあ相打ちでいいダメージソースみたいな感じですから。DJ は別に相取られてもいいですからね。はい、なのでまあガエルとしては本当にどっちかというと地上戦の方に目線を、前に行きたいんですけど、はい、なかなか行けない、行けないんですね。この辺がヤスラのさあ気がついたらアゼさんが画面足、うーに、これどうなる、アゼ中が空を切る。はい、さあスライディング一戦しっかり入って勝ったのはイロハさんの DJ。 さあここでムナーリから物言いが入る。物言い、お前ちょっとみたいな。さあ面白くなってまいりました。続いて入るのはムナーリさんですが、まあ、キャラはどうするか、余裕でかぶせてきますので、このキャラ戦注目していきたいところ、ね、その後のトモリュウを考えると、そうなんですよね。そう、この後に待って、イロハさんの後に待っているのがトモリュウなので、やはりここはやはりここは本気か、本気だった。さあムナーリダルシム、今回 大会で、ね、かなり活躍していますからね。はい、さあ、うん、ダルシム DJ、 でも DJ 結構やりようによってはありますよね。ダルシムワンチャンはあります、ワンチャンはありますね、ワンチャンあります、はい、いいゲームです。ワンチャンもなかったらもう本当にワンチャンはね、余裕でガイルよりありますんで、ガイルよりある、はい。さあ画面端追いやったが、しかしムナーリさんのダルシムも余計なことしないですね、余計なこと本当しないですわ。対空もちゃんと選んでますし、そうですよね、ちゃんと選んで当ててますよね。 DJ にはスラ、基本的には斜めジャンプは全部スライディングで OK です。はぁ、なる、いや、このダメージだ、うまい、いかつすぎる、さすがに遠かった、遠いっすね。 DJ はスパコンの狙いどころが実はあるので、あ、スパコンが狙いどころ、あるんです、ダルシムのファイヤーが顔が前に出すぎてるおかげで、はい、かなり遠くから当たるんですね。はぁ、これがフルヒットするためにゲージの溜め方というのがかなり重要になってきます。なるほど。さあ、イロハ DJ 前に出るもののゴムゴムの実で
お突き放されてしまう。やり過ごされてますね。しゃがみ教パンが非常に痛い。どうする。あ、さあ通って、いい感じに通って、ここからある。あー、投げられて、インフェルノ、しょうがない。そうですね。さあ、トモくんも実は、はい、サブキャラバイソン持ってるんですよね。あ、バイソン悩んでいることでしょう。この大会はキャラ自由ですからね、いくらでもバンバン被せありですから、ね、トモバイソンが実は強いんですよ。強い。これはぜひ、まあ、いや、まあ、あの、うん、まあ、まあまあ、まあまあまあ、これはさ、カーソルはバイソンに向いておりますか。カーソルはバイソンですね。はい。さあ、そろそろタイムアップ迫っておりますが、まあ、竜でしょう。竜にしましたね。まあ、X 竜でしょう。そう、やすやすと、そう、やすやすと、まあ、揺らぎませんよって。いや、裏切りは常に起こり得るので本当に。そうですね。さあ、リバーサルで強勝竜。さあ、ファイヤーハード中ボス重ねて見えてますね。2段目だけ当てられるやつかなり見づらくないですか、中ボス。あれやばいです。あれガエル戦でもよく、たまに使われてる、立川の竜。はいはいはい、河村さんはよくやってる。河村さん、あ、なるほど、はい、通称大人の中ボス。大人の中ボス、はい、投げ前外からビシッと当てて、ビシッと当ててとりあえずそれだけみたいな、はい、ちょっとビビらせるやつさあ、めぐりとつばき、あー、入るが、やばいんだリバーサルで強勝利。今ね、インフェルの読み合いだったんでよく出しましたよ、まあ、インフェルのだったら死んでますからね。死んでますね。しかし、まあサブキャラだから出せないだろうという読みなんでしょうか。そうですね。さあ、竜巻が、お、下が開かない。うなりさん、はい、おじさんなのに中ボスをやっぱ見てから立ってたっぽいですね。あ、見てますか。さあ、投げられて、おお、足の振り合い、うまい。よし、刺さって、だ、真空からの、さあ、うなりクレージング。はい、まあでも先ほどの、あ、これはもうゲージも溜まるし、はい、ゲージ溜まりましたね。ついぞ、あー、テルポ投げからの裏、まあ、真空、これも攻めないでしょう。はい、さあ、時間も迫っておるので、逃げられてしまった。勝ったのはトモさんの竜。じゃあ、トモチーム連戦で 2P ガーでーす。さあ、トモさんの竜が鮮やかな勝利を掲げましたが、続いて、あ、続きまして、グリグラさんと二回転さんのチームと、トモさん、いろはさんですね。いやまあ、いろはさんとトモさんの、キャラバリエーションは、まあまあ、二回転さん、グリグラさんチームに比べるとちょっと劣るかなって感じがしますが、あ、はい、わかりました。向こう、あ、トモさんのチームの先方は、まあ、相談中ですね。はい、わかりました。じゃあ、お願いします。さあ、まず一戦目はグリグラフェーロン VS イロハ DJ。 さあ、これはグリグ、あれですね、フェーロン DJ ですね。さあ、 DJ 画面端しっかり肘でとがめるが、さあ、レッグがいい感じに食い込んでしまう。はいはいはい、とおヒットしっかり。さあ、投げて、これがあるとかなり分からなくなってくる。上が通ってしまうが、めくり、しっかり、あ、まず1本取ったのはいろはさんの DJ。 いろはさんの DJ 恐ろしく上手くなってますね。さあ、支援、
しっかりリバーサーで2コンボ決めている。さあうますぎて、しっかりガード、さあ差し返しているぞ。なあめくりが通らず投げられてしまう。さあお互い1本取ったからしい、バックジャンプでパンチ繰り出すか。さあしゃがみぐらいしてしまう。うまい、一気にここが離す、 DJ 玉で離されて、さあ怖い、この前怖いがエアスラが刺さる。さあいろはさんの DJ かなり冷静、しっかりフェイロン対策完璧にこなしている。さあこっからがわからないが投げられる。勝ったのはいろはさんの DJ、 強い。さあ冷静な立ち回りでまずはグリグラさんのフェイロンを倒していきました。しかし2回転さん、ここはバイソン、さあバイソン DJ、 お互いためキャラですが、さああそこでね当たってしまうんですよね。さあじわじわと DJ は歩み寄りたいところだが、バイソンの手が本当に長すぎて、あーダンパー、かっちり溜まっていた。さあラウンド2、しかーバッファローで、さあ球で追っ払いたいところだが、しーさあ投げられる、しっかり2コンボ、この連携えげつないやつ。勝ったのは2回転さんのバイソン、流れるような試合運びでしたね。さあしかし次に待ち受けているのはこの強豪モモさんの竜。さあバイソン竜開幕グランド、早すぎて、さあ画面足を追いやったがダイヤして壊されてしまう。ダッシュアッパー、おっと、これはかなり竜取り返しづらい状況になってしまいました。こっからあっ、いい感じ、なんか変な当たり方して、さあ真空なんとか間に合った。まずは当てて、さあしっかりスパゴン見てから昇竜拳差し返し半端ない。まず1本取ったのはトモさんの竜。さあデバッファロー、これがかなりね憎たらしい。さあ冷静に地上戦をこなしていますね。昇竜昇竜しっかりガードしている。めくりはすかされて昇竜拳で割られて、うわ怖いな。さあスパコンを吐かせた形になってしまった。さあ2回転さんのバイソン、こおっと足が潰されて真空からダッシュアッパーが刺さるな。さあお互い1本対象。さあ波動拳、いい感じのファイヤー波動投げ、大足がスカルが、こっから2回転さんが猛ラッシュ。さあ中足が刺さってしまう、当たる、カンパを波動拳で止められてバッファローで対空。さあダッパ投げ、あーどうなる、このギリギリのせめぎ合いかなり熱い。どう出るんだグラ、さあ大ボスは、うわースパゴンで割られる。勝ったのは2回転さんのバイソン。あ、冷静、グリグラさんと2回転さんで、あ、4が勝ったの、そこが勝ったから4を4で入力したら、したらあ、
じゃあ次カーシムさんとハイジンさん、お願いします。このお二方です。さあこの試合に勝ったチームが決勝戦なのかな。グリグラさんと二回転さんのチームとカーシムさんとハイジンさんのチーム、はい、わかりました。じゃあカーシムさんのチームの先方は、これ合計ありなんですか、これこの大会合計ありなんですか。あ、合計はあり。グリグラなんかさあ、あ、先方決まりましたか。あ、俺の残留。お、さあ参りましょう。さあキャラセレの時点で読み合いがここではまあ炸裂したという感じ。さあ行ってみましょう。カーシムさんのザンギバーサス二回転さんのバイソン。これはカーシムさんのチームがいい感じに読み勝った形になっておりましなりましたが、さあダッシュアッパー。さあ二回転さんいい感じに、あ、グラウンドで吹かされてしまう。しかしここまでダメージ取られても、あー、残儀はあると思ったんですが、いささか早すぎた。さあファーストアタック、しっさあダブラリからの、さあこかされて、あ、リバーサルでバッファロー、しっかり割られる。さあダブルリーしっかり、あーと、やばい、使ってしまった。さあプロレスラーが走ってきて2回転さん重ねてきますが、この連打の速さえげつない。バイソンあーやっドワーカーシム選手は諦めない心。さあここまで熱い展開になっておりますが、バッファローでからの投げ、さあスクリュー入って、入る大ダメージ、あーっとスカリしっかり見ていた。大足がグラウンドに刺さって KO か。勝ったのは2回転さんのバイソン。さあ続きまして、ハイジンさんの X 竜。さあ出腹からバッファローはかなり苦しい。さあ竜巻はガードされて、さあ上から来るぞ。さあこの亀足かなりやばい。さあ竜巻でお返しからの投げ、さあ真空で投げる投げる中足、さあワイヤー波動拳で KO。まずはハイジンさんが1本取っていく。さあファイヤーハードからの投げる中足、いい感じになって、竜巻で追っかけて、さあ上は通るが、徐々に2回転さんのペースに入っていく。タンパが単発してかなり減ってられた。さあ短波出しどころがえげつない。グランドで吹かされて、この画面端どうする。
さあゲージもない。なんとか真空貯めたいところだが、ああ誘致勝ったのは2回転さんのチームです。さあこれで決勝戦ですね。あれですよ、新谷3体持ち1人3体持ち、ああ1チームで、あ向こうだけなるほど。ニーヤーさんとムーさんのチームが、まあ、キャラ自由でキャラ3体持ちで、で、ルーザーズで勝ち上がったグリグラさんと二回転さんのチームは2キャラで戦うと。さあお互い、まあ、そのニーヤーさんなんかは特にいろんなキャラを使えますが、ここはやはりウィナーズの有利がかなりでかいといったところですが、まあこの両チームの戦いはかなり気になりますね。こっちは決まりました。決まりました。はい、こっちは聞きました。はい、ニカバイソンです。はい、じゃあお互い先お互い先方決まりましたので始めてください。これは決勝戦です。本日決勝戦行ってみましょう。さあまず現れたのは2回転さんのバイソンとムーさんのダルシム。さあバイソンダルシム、ナンパは燃やされて、さあムーさん冷静に立ち回っている。なんとか2回転さん、あー燃やし尽くされて近づきたいところだが、このカードは本当バイソン側はもう本当にもうかなりきつい戦いになりますよね。本当にどうやって近づけばいいんだっていう感じですが、さあまず1本取っていったのはムーさん。さあこの冷たい連携が2回転さんを襲っていますが、さあドリルからビオルか減りすぎ。さあまずは2回転さんが辛くしてしまう。さあ続きましてもう残り1キャラとなってしまいました、このグリグラさんのフェイロン。さあフェイロンダルシム、まあフェイロン一応ワンチャンあるんでなんとか勝ちをもぎ取っていきたいところですが、裏回ってあっという間に画面足、さあ足が刺さってしまう。スラップ投げ、さあムースのダルシムが硬すぎる、なかなか近づけない。さあまず1本取ったのはムーさんのダルシム。さあファイヤーで燃やされて、いやこかされてしまう。さあドリルで逃げるがレッグがいい感じにコンボ食らって投げられて KO。フェイロン側もかなり高火力なので試合が決まるときは一瞬。さあコパンで止めてヨガファイヤーで離していく。さあ投げられる、足でお返し、さあしっかり落として、さあ燃やされてしまう。あっという間にダメージがない。あここでムーさんが飛びをミスってしまう。あーこれはあースパコンで削り勝ち、インフェルノが出て終了。勝ったのは、ムーさんとニーヤーさんのチームです。優勝おめでとうございます。じゃあ優勝インタビューの方どちらか、あじゃあムーさん
あ、無です。あ、勝ててよかったです。おめでとうございます。最後真剣出されてたら負けてました。いやでもね、本当に読みがかなり錯綜した感じでね。あ、ニーヤさんおめでとうございます。あ、なんか最後最強決定戦やるのかと思ったんですけど、あ、やんないです。残念でした。やらないそうです。といった感じで、優勝おめでとうございました。というわけで、今回の配信いかがだったでしょうか。いや本当に熱い試合がね、いっぱいあって、本当に見応えのあった、大会になったと思います。というわけで、はい、こうやってあれですか、この後もなんか配信、ちょっとの試合配信とかは、今日僕止めちゃうわ。あ、わかりました。じゃあ今日はここまでといった感じで、皆さんお疲れ様でした。お願いでした。うねくんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今日はちょっと都合がありまして、配信はここまでとさせていただきます。の試合はいつも通り開放してますので楽しんでってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。